ワニカ選手、バルバル選手について教えてください。山口大輝選手について教えます。ずっと人のことをいじって常に明るく喋ってます。ワニカ選手はいじられることはない？結構言われますね。後輩としてどうですか？最初とかは嬉しいですね。いじってもらうことによって話すことができるんで嬉しいですけど、長いです。ずっといじってます。人のでも面白いです、めちゃくちゃ。そんな山口選手に一言お願いします。好きです。これからもよろしくお願いします。